最後まで見ないと腕折っちゃうぞ。はいどうもこんにちは、スムテキピンクのコストケと申しまーす。ということでね、今回ですね、ちょっと報告したいんですが、実はね、上位になりました。はい上位になって、ちょっとプケプケだけね、ちょっと買っちゃいました。でもやっぱりね、こちらの方でまだ見せてないモンスター見せていきたいんで、早速ね、リオレウスの資料行っていきたいと思います。お、見つけた見つけた見つけた。どこに行くねん。ちょっと落とそう。んえあれあれあちょ落とそう落とそうぜ落とそうぜ。やったぜ。今見つかってない状態ですね。もうじゃあ早速やっていきましょう。ほら見て、まだね見つかってないから、こう音もいた。こう見つかってなければね、音も何もないっていうね。ちょっとここ一旦冷静に立ち回ろっか。ちょっとさすがにね、舐めてましたね。ここで、体力の相違をきます。よし、フレーム回避で、ザン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 。あ、そう、こいつね、すぐ飛ぶんだけど、もう飛んだら逆に、もう逆にあり。待って、やばい、コンボがおかしい。ザン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 。で、レウスは本当に顔を殴りまくってまひらせる。俺はそれでいいと思っとる。体力の装置を着とこうか、一応ね。ザン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 。でもずっとね、もうこの感じよ、この感じ。レウスは言うてもさ、ほんと飛ばんければ。あ、ちょっと待って、ここで、スリンガー成功弾をねしっかりとセットしておく。こいつマジ飛ぶから、もう空の王者とか。いやほんと、ちょっと待って、これね、やっぱ顔これね、俺ほんとに片手剣のね、そのなんか強いコンボがようわからんのよ。でもね、とりあえず三角三角からの丸丸がなんか強いっていう話をね聞いたんだよね、タイムアタック勢の人から。やっぱねこれだよ。でザンザン。みんなね、やっぱこのね三角三角丸丸のこのなんかね、この上にジャンジャンってやる攻撃火力高いんだって。だからみんなもね、よかったらこれ使ってこうぜっていうお話を落としていきましょう。で、調合でサクッとね作れるようにしておきました。で、ザクンザクン。危ない。おっぶね。これね、落ちた時にね、この風圧というか、なんか足跡のなんか踏みつぶしみたいなやつが結構ダメージ入るというか、吹き飛ばされるしね。ザクン。おいしょ。あ、熱い熱い。熱い熱い。けどもね、こんなんは無視よ。本当はね、研ぎたいんだけどね。おいしょ。あ、やばい。え、なになになに、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ザン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 。これね、この回転しよし、ナイス。で、そしたら顔、え、なんかレウスとレイヤーはなんか夫婦だからさ、攻撃し合うと思ってなかったな。なんか戦っとったよね。いや、もうじゃあやめてって、やめてくれ、やめて。おらおらおら、やっぱりお互い威嚇し合ってますね。あ、いた。ちょ、それに巻き込む、夫婦喧嘩にちょっと巻き込むのはもう関係ないですやん。ちょ、しかもレイヤーに至ってはもう俺ばっか。もう、乗った。ここで乗って尻尾やりたいね。尻尾やりたいけど、ちょっとレイヤーが邪魔してこなければって感じかな。あ、そう、いいね。レウス、いいね。そのままどっか飛んでいこう。え？待って待って。何？ちょっと待って。どういうこと？ちょっとさ、この地形がちょっとうんこすぎてさ、マジ意味わからん。ちょっと待って。やっとおったんだけど、これさ、冗談抜きでさ、見つけるのにさ、3分ぐらいかかったんだけど。え、何こいつマジで。本当にこいつ、ダメだわ、これ。ね、よくないね、こいつ。これ、モンスターとして、こいつ、どうなん、この、ハンターに手間取らせる感じ。ね、本当に、防具素材がよ。よし。うわ、せっかく、尻尾切ろうかと思ったけど、なんか、場所的に無理だったわ。待つ。尻尾。
シャクンシャクン、これね、あ、飛んだ、いいね、飛んだらもう勝ちよ。もうね、なんかレイヤーだけほんと飛んでほしいわ。なんかレイヤーに来られるとさ、もうほんとぐちゃぐちゃになるから、もう画面が、本当ね、本当実況動画的にもうただの迷惑。あ、やばい、尻尾、あっぶねえ。落ちてくるやつ、これ、ほらほらほら、これが嫌、これも嫌。リオレウスはほんともう一生一生空飛んどいてくれって感じ。ここで回復いったん、朝も、え、ちょっと待てよ、これね、片手剣のほんとコンボちょっと俺マスターしてきますね、ごめんなさいね、あの強い人もし見てたらさ、ね、お前なんだその、なんだその剣さばきはって思うと思うんよ。うん、けど安心してほしい、俺あの強くなるから、俺絶対強くなってあいつ見返すんだ。ちょっと待って、じゃそのほら、その混乱からのそれをやめてくれ。あ、これはね、あのありがとう、デレ行動らしい、これ。ちょっと待って、間違えて、ほらスタンとかにさ、よし、方向でこいつね、絶対あのあれなんよ、こいつ怒ったら絶対爆発するから、ここですかさず落とすと、ちょっとここで落とすとね、すかさず、はええここですかさず落とすと、どいしょー。え、ちょっと今さ、レウス、レイヤーさん来たよね、本当に嫌なんだけど、レイヤー来られるのはマジで本当に嫌。何このさ、夫婦愛見せんでいいんね、こういうところで。やばい、待って、死んだかもしれん。ちょっと待って、いきなり、そのやめてくれって、だからその2人のコンボ、いやもうね、もうここはやるしかないね、もう何が起きても、もうあの、もうこれはもうしゃあない、もう2人だもんだって相手、逆に2対1でさ勝てる人間がおかしい、だからさピヨンなよ、クソハンターがよ。いやマジ、俺のハンターさピヨりすぎなんだけど、なんかどれ、なんかマジで本当ピヨりすぎて、もういやって、どういう画面、もうどういう画面、あ、待って待って、俺乗っとるのレイヤーじゃん、いいやマジ、レイヤーはいい、ごめん、レイヤーはマジでいい、なんで俺こいつに乗らんと、これで決めるぜ、いやマジでもうね、あのこう罠とか置こう、もう罠とか置こう、もうさすがに罠とか使っちゃう、立て、待って、やばいな、やばいな、待って、痛い、待って、レイヤーも来とるやんレイヤーさんもおるやん、あ、やった、レウス逃げたね、またこれね、あいつね寝とるってことはね、多分だけど捕獲できると思うよね、ちょっと待って、捕獲するために俺はマジもうほんと本気でやる、よし、はい、クリア、なんか、あのレイヤーがおらんければマジサクッとクリアできるんだけど、もうレイヤーさん無理っすわ、2対1は本当に卑怯だよ、やめ、みんなもやめようね、2対1はね、ってことでね、まあ今回はね、無事でもないけど勝てたってことでね、また次回の動画でお会いしましょう、それではバイバイ。